何この竹筒ってお酒？そうです、これは練習。いきなりのドリンク開始か。ここはどこだ？神奈川駅前の長八。おでんを食べた後、もうちょっと飲みたいなと思ってね、寄りました。そんなわけなので、おつまみはホタルイカ。塩辛か。お気づけ。どう違うの？わからん。まあけど日本酒には合うわな。そんな感じだな。ここはホテルのフロントのお姉さんが紹介してくれた店です。かなりいい感じの店だったに。あ、そうなの？お前は何か注文しんかったの？イカ刺し？イカかぶりだな。だよな。刺身が食べたかったんだけど、盛り合わせほどはいらんくて。メニューにはなかったんだけど、イカありますかって聞いたら、アオリイカがありますってつい頼んじゃったわ。あ、そうなの？アゴに醤油ついとるで。黙っとりゃ分からへんて。ホタルイカもアオリイカももう終わりやね。食べ終わっちゃったな。どうすんのこの後？そうだね、せっかくの金沢だからな、もうちょっと食べたいね。酒飲みながら考えてる顔だ。なんか郷土料理がいいよね。石川伝統料理、加賀ジブニを注文しました。ジブニ？汁物だね。味噌？みたいに見えるけど醤油ベース。ご当地食材加賀麩が入ってます。つかむの下手だな。ツルツルしてるもんでしょうがないって。おでんの黒麦とは違うね。いわゆる生麩だろうね。そしてこれ鶏肉か。カモなんだね。ジブニにはなくてはならない食材。何でも知ってんな。何でもは知らない。知ってることだけ知っている。院長か。しかも調べたし。でもこれはうまかった。汁物なのに具で飲めるもん。麩は緑のもありました。ほんでどんな味なの？昆布だしかな。それに椎茸とか鴨とかの旨味も加わるから深い味わい。そしてなんか甘みも感じるよね。とろみは小麦粉が使ってあるそうです。薬味にわさびってのがいいよね。相変わらず薄い食レポだな。何年経ってもじょこたせへんな。悪かったな。というわけで金沢の夜、おでんの後に加賀郷土料理も食べられて満足だったのです。駅の絵はいらんだろう。尺稼ぎ。